안녕하세요미소입니다今日は今日は何をするかって言ったらザラに行ってまいりました。ザラの冬服とかが今回めっちゃ可愛いということで、私東京に住んでザラが目の前にあるっていうのがすごいありがたいです。ありがとうございます。本当に大丈夫、住んでる時は唯一ね松山店がなくなってしまって、えどうしたらいいみたいな。ほんでしかもザラってさ、サイズ感が相当むずいわけ。普段 M とか着よる人が XS に挑戦できたり、ちょっと安さ気になるよね。すごいなんか自己肯定感を上げてくれる服屋さんだなと思って、どんなにダサい服とかでも、あこれザラなんよねって言っといたら、あザラねみたいな、ザラはそれ許されるわみたいな感じで、今回はもう爆買いました。お値段、合計値段バン、こちらです。何店舗か回って一気にもうこうやってしてこうにしてね、持ち帰ってきたけん全力で紹介できたらいいなと思います。見ていこうか。1着目、ダダン、こちらですね。オープニングに着とったこういう服、これちなみに S サイズです。でこれ5000円です。ザラってまあ結構普通にええ値段するんやけど、こういうモフモフ系で彼氏がこう触りたくなるような、すごい触りたくなるような感じやけ、触ってみたいな時になんか着たらいいと思うし、なんかここがね詰まっとる系なんやけど、なんかそこまで詰まって見えんかなみたいな。めっちゃ可愛くない？なんかもう冬って感じで肌が白く見える色な糸を持って買いました。すごいね、ネズミっぽくはないけど、ネズミじゃないよ、みたいな。ネズミで思い出したんやけどね、この前歩きよったら、ゴミ袋がこうやってガサガサ動きよったけん、え、誰か子犬とか子猫捨てとるわ、と思ってね。誰かこんなとこ捨てとんと思ってね、近寄ったよ。ほんならね、こんなネズミ、本当にびっくりした。初めて見た、あんな。ゴミ袋からタタタタって走ってって、まる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 超えた猫じゃなくネズミがガーって走ってきたけんね。あんた猫と同サイズや、みたいな。もうトムとジェリーとかやったら話全然ね、神山レベルでマジで大きかったけん、東京すげえと思って。腕もこういう感じになっとって、肌がすごい白く見える感じで、なんか女性らしいなと思って可愛くて買いました。こんな感じです。次、ダダン、今の時期にめっちゃぴったりやと思って、あこれ XS 入りました。喜ぶポテトだったら XS だったらハーッてなるんやけど、ザラって本当に安い気になってくれる。こういう感じのコートなんやけど、ちょっと間違ったら韓国の OL 感とかはすごいんやけど、 OL 感というか先生というか刑事というか。ソメニン、ソメニン、プモニン歓迎、ちょっとはしょっさよ、はしょやじょう。なんかね、色もすごい、なんか明るい感じで、とりあえず丈がめっちゃ良かったよ。丈がね、これぐらいなんやけど、自分さ、背低いけん、これぐらいとかやったら余計ズーンって見えるんやけど、この丈がね、めっちゃ可愛いなと思って、これなんかリバーシブルかなと思ったら全然そうじゃなかったので、夜も気をつけてください。すごいシンプルやし、ゴツゴツしてないなと思って、おしゃれに着れるコートやなと思って、ほんで今中がすごいボワボワ着とるけん、ちょっと薄めのピチッとした服とかにめっちゃ似合いそうで、今静電気すごいわ。絶対私に触らんといて、今。肩にかけてもめっちゃおしゃれやな。可愛いや、なんか酔っ払って。私酔っちゃったみたいな。え、おるよね、おるよね。え、なんかぜひ酔ったふりとかいいんじゃない？これ羽織るのマジで可愛いわ。低身長の方にすっごいおすすめです。次、これなんやけど、ちょっと後ろから値段ちょっとさっき見とって、ここのボタンが入らんけんね、首が通せんね、あ通せた。4990円で、これは M サイズですね。通常通りのサイズね。このブラウスめっちゃ可愛くない？なんかもう大人っぽいみたいな、冬っぽいシャツやなと思って、この上からジャケット着ても絶対可愛いと思うし、後ろちょっと止めるのめんどくさいな。もう一人身はこういう時にマジで誰かに止めてくれみたいな感じだけど、ほんと誰か止めて、てか止めに来てくれるイケメンバイトとかあったらね、ウーバーイーツ感覚で頼むんやけど。じゃあ、めっちゃ豪華っぽいことない？リッチみたいな。なんかすごいなんか銀座とか歩きそうやなっていう感じで。ラメみたいなゴールド入っとんよ。実際に見たらね、わかるけん、ちょっと実際の気持ちになって、え、これカメラじゃ全く映らんね。え、なんで普通に見たら結構入ってんけど、ゴールドの線でね、こうやって入っとんよ。だけどこれめっちゃ可愛いと思って、これに似合いそうなジャケットもあって、あ、これには合わんかな。まあ中身変えたらどうにかなると思うんやけど、ジャケットやけん、すごいなんかダーンとは見えんし、こういう色がすごい大人っぽい。いいなと思って、なんか外が結構ね広がるタイプやけん、これめっちゃ可愛いなと思って買いました。色がすごい大人っぽいし、肩パッドがちょっと入っとんやけど、前閉めたらこんな感じ。なんかこれ結構多分オーバーサイズのジャケットやと思うよね。やけ XS でもこんだけゆったりしてるけん、冬ってさ結構分厚いみたいな、厚ジューシーみたいな、そういうお肉系列の服が多いけん、それでも羽織れるようなみたいな。これもなんか羽織ったら可愛いんかな。でちょっと韓国人っぽいなと思ったけん、でここのボタンも偽物じゃなくて本物やけん、なんか妖怪ウォッチとかやりたい人すごいいいなと思いました。じゃん、これもうめっちゃ多分ザラが今一押しなんかもしれんけど、12,990円、 S サイズです。これは XS はちょっとマジでピッチピチみたいな、本気でXS やったけん買ったんやけど、これもちょっと中身ちょっとそんな気にせんと、これめっちゃ可愛くない？なんかこういう柄のやつ持ったことないわと思って、でこれねグレーとこの色があったんや。でもグレーの存在知らんくて私これ買って、ほんで自分が見よる番組の女の子がこれたまたま着とって、そんなん着とったらちょいちょい買いたくなるやんみたいな、そんなん買いたくなるやん。感じですね。めっちゃ可愛い、キリッと見えるし、この色がめっちゃ可愛いし、シンプルめの服を持っとることが多いけん、外側が結構ガチャガチャしてるけん、たこ焼きカバーみたいな感じでできるなと思って買いました。柄がめっちゃとにかく可愛いなと思って、肘とかこう右肘左肘両な忘れたし、
着が黒のジャケット買ったんやけど、これね、なんかそう冬すぎずみたいな、今の時期にめっちゃいいなと思って、ほんで、ね、結構キリッと着れるかなと思ってんけど、ちょっとね肩が結構しっかり入ってるなと思って、ほんでどうやろ、どうも抜いた方がいいと思う。ちょっと仕事できそうよねこれ。ちょっと間違ったら本当になんかこうカタカタって、ちょっとパソコン持ってきたくなる、すぐ服の動画すぐパソコン持ってきたくなる。ちょっと持ってきていい？ね、やっぱどうしてもこうなるよね。ほらほら、やっぱこうなっちゃう。お尻をね結構カバーしてくれるけん、ブチ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 やな、ムチムチのズボン履いとっても大丈夫です。ポケットやって、ポケットも偽物やけん、ポケット入れたいよって人は付属にカバンを持っていく必要があります。次、じゃじゃん、こういう服を初めて買いました。なんか袴入りじゃない、なに、これの時にめっちゃオフか、惣菜祭り、え、あれ待って、ちょっとわからない、ちょっとこういう時って喋れば喋るほどわからないけん黙っとくのが一番ないけど、あれ新婚さんじゃなくて、あれよ、待って、ごめん、待って、わざとじゃないけんマジで、ほんと、あれよ、そうない、違うね、あれの時にめっちゃ着たいなと思って、バイクデートで彼女が着てほしいランキングナンバーワンとかに出てきそうなんやけど、ヘルメットとかにも似合いそうだよね。やけんバイク持っとる男の人ちょっと連絡して、ちょっとトイレ行きたいけんちょっとすごい早口になりそう。これ M サイズで3990円で、これも中に着るやつなんやけど、これもすごい合いそうなんやけど、私のちょっと着替えてなく、最近まずはこの状態で紹介していきたいと思います。色も黒とかいろんな色あったんやけど、黒はちょっとなんか髪も黒やし、いろいろいっぱい黒いものがあるけど、私にはなんか全部ブラックみたいな、ブラックマンバー、マンバーみたいになりそうやけん、一応なんかおしゃれっぽく茶色にしました。でも茶色ってちょっとギャルかな、ギャルじゃないよっていう顔して真顔で街を歩きたいと思います。これってこうやって締めれるの、締めたら小顔効果やん、いいの、マフラーいらんね。最後結構ねグッて詰まってるやつなんやけど、コートとか着るときにめっちゃいいなと思って、私は M サイズを買いました。最初に着とったコートとかにも合うと思ったし、ジャケットとかにも、まあ、黒やけんね、何でも合うなと思ったけん、こういう明るい色と組み合わせて、やっぱちょっと韓国のドラマとか出てそうやないか。おんまーおんまーこれやんでるんで、でかかぼしったこやったがおんまーちょっとやばい、おんまー、私の演技力どんどん上がってきよる気がする最近。暑ってもし脱いだ時も結構なんていう M サイズでゆったりしとるし、黒やけん着痩せするなと思ってんけど、私黒髪に黒やけん、なんかもう顔だけがドーンみたいな感じやけん、なんかすごいドーンって見せたい人はぜひドーンやりましょう。やっぱ黒やけんこれにもいい感じだよね。はい、今日はザラで冬服をもう思う存分爆買いしたんですけど、どうだったかでしょうか。めっちゃ可愛かったし、アウターが可愛いわ。ほんでザラってほんと大人っぽいし、いろんな系統があるし、まあこんだけ買っても私ほぼ家におることが多いけん、なんか家の中でテンション上げたいよみたいな、あとキンパにええようにちょっとおしゃれにええ女に見られたいよっていう時は、キンパのために着替えて化粧して、いろいろなんかいろんなことやりたいと思いました。皆さんもザラで買ってみてください。以上、ミソでした。バイバーイ。ザラ、 I love the way that youLove me today, let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you.